はい、どうもめチャンネルです。おはようございます。今日私はウェスティンホテル東京の方にやってきております。ルームツアー編はね、こちらからよかったらねご覧になってください。で、昨日はですね、夜こちらのね iPhone12 Pro Max のね設定をやってたりとか、この動画をね編集してたりとか、日本代表のねサッカー親善試合パナマ戦を見ながらね、そんなことをやってたりして、なんやかんやねやっぱ2時過ぎになってしまったっていうこともありますけど、結構ねウェスティンホテル東京のベッドがねふかふかで柔らかめのベッドだったんですけど、ぐっすり眠ることができました。はい、で今日非常にねいい天気でございます。早速ですけどね、これから朝食の方、1階のレストランですね、今コロナ禍ということもあってですね、クラブラウンジでの朝食っていうのは日曜日、繁忙期の日曜日のみとなってまして、インターナショナルレストランのザ・テラスっていうところでね、朝7時から10時半まで朝食のね時間があるという状況でございますので、早速ね食べに行きたいと思います。ビュッフェなのかプレートなのかね、ちょっとどちらか調べてないんで楽しみです。行ってまいります。朝食めちゃめちゃ並んでますね。はい、ちょっとね挙式の写真を撮ってますね。はい、今ね席の方に案内していただきました。やっぱりね時間が今9時過ぎですけど、列はね結構あったんですけど、10分程度でね入ることができました。でやっぱりねピーク時なのか結構ね混んでます。一応ビュッフェスタイルなんでね楽しみです。どんなメニューかね早速見に行こうと思います。はい、とりあえずねレイ君にあげられそうなねスクランブルエッグと卵とか持ってきました。はいよ、はい、こういったねローストポテトとか天津温野菜とかね、オーダーすればねこういったビーフカレーとかねお粥なんかも作ってくれます。そしてねソーセージとかエッグベネディクトなんかもあります。すごいですね。こちらにはヨーグルトとかサーモンとかもありますね。あとフルーツマンゴーとかもあります。オムレツとかはねこちらで作ってくれるみたいですね。そしてドリンクね、ミルク、豆乳、マンゴージュースとかね、こういったオレンジジュースなんかも1個ずつ入ってますね。はい、あとはね鮭、肉じゃがなんかもございます。こちらにはねジャムとかワッフルとかパンケーキなんかもありますね。そしてパンです。レーズンブレッドとかロールパンとか結構種類ありますね。大量にフレンチトースト作られてます。こういったねコーンフレークも小分けになってますね。面白い。はい、すいません、こちらのライスヌードルで、はい、真ん中のって何麺って言うんですか、これ。喫水麺。喫水麺。はい。スープが、はい。コーンスープと催眠スープございます。何スープと。コーンスープ。鶏ガラのスープと魚介のスープ。魚介。ああ、じゃあ鶏ガラのスープで。はい。あ、すいません、明太を2つ。明太2つ。はい。こちらね、おにぎりと味噌汁とね、納豆とかをオーダーすることができます。はい、ありがとうございます。はい、オムレツでハムと、はい、ハムの向こうって何ですか。こちら鶏肉です。あ、じゃあ鶏肉とチーズです。ハム、鶏肉、チーズ、はい、はい
はい、ありがとうございます。はい、エッグベネディクトとハムソーセージ、そしてね、こちらがフォーですね。で、オムレツ、おにぎりで、入るときにね、オーダーしてたコーヒーが届いてました。はい、じゃあね、いただきます。はじめにこちらのフォーいただいてみましょう。いただきます。うん、うん、すごくね、本格的、味薄めなんですけど、きちんとね、パクチーの味とね、個人的にはちょっとナンプラーが欲しいかなっていうぐらい、ちょっと薄味で、でも朝にはいいです。 おいしい。はい、じゃあ続いてね、こちらのベーコン、めちゃめちゃね、分厚いですね。いただきます。うん、おいしい。あ、すごくね、ジューシー、かつね、油がね、すごくしつこくなくて、甘みがある油です。おいしいです。ソーセージもちょっとケチャップつけさせてもらってね。うん、あ、これも噛むとね、すごい肉汁が出てきますね。美味しい。そしてこれ、エッグベネディクト、めちゃめちゃ可愛くないですか。こんくらいだったらいいですよね。いろんな種類食べれて、1個がね、でかいとやっぱお腹いっぱいになっちゃいますよね。すごい、ちゃんとこんなにね、ちっちゃくても黄身がめっちゃトロトロ。はい、めちゃめちゃトロトロです。うまい。あ、結構ね、マヨネーズしっかりしたエッグベネディクトで、これ美味しいですね。下はね、サンドイッチのパンなんですけどね。あ、これでも全然いいです。こっちの方が軽い感じでパクパク食べれます。うん、続いてね、こちらのオムレツいただきたいと思います。出来たてですよ。お、結構しっかりしてますね。あ、でも中はすごいふんわりしてる。もう職人技ですね。こんな感じ、チーズがね、とろけてます。いただきます。うん、あ、最高。チーズのね、塩加減も非常にバランスが良くて美味しいですね。うん、うまい。うん、明太おにぎり、結構しっかり量があります。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、どの料理も美味しかったです。で、ちゃんとね、がっちりビュッフェっていう感じでね、久しぶりに良かったなと思います。はい、で、意外とですね、このホテルに関しては、なんだろう、入った夜入ったっていうのもあるんですけどね、すごくヨーロピアンな感じで高級感を漂うね、雰囲気を醸し出してるホテルでしたので、レイ君なんかとね、朝食に連れてって静まり返ってるところ大声であげたらね、ちょっと気まずいかなとは思ってたんですけど、意外とね、なんだろう、ちゃんとしたレストランなんですけど、和やかな雰囲気でですね、結構小さなお子様連れもいらっしゃいますし、そんなにね、全然身構えることなく食事することができたのがね、非常に大きかったかなと思います。非常に良かったです。なので、ね、小さいね、お子様連れの方でも安心してね、お越しいただくことができるんじゃないかなと思います。で、今回ね、使ってないですけど、小さいお子さんがね、座る椅子、木の椅子が結構ね、座りやすそうな感じなんですがありまして、ちゃんとね、テーブルが出てくるんで、テーブル前にね、ある、まあ、ストッパー代わりですよね、ある状態でも食べれますし、それをね、後ろにするとこのテーブルに合わせてね、座ることもできるんで、そういった椅子なんかもありますんでね。ただ案内される席によっては段差があったりしますんで、ベビーカーとかでね、お越しいただく方に関しては、まあ、スタッフさん手伝ってくださいますけど、ベビーカー上げたりね、することは、必要になってくることがありますんでね、そこは事前にご注意いただければなと思います。いや、どれもね、非常に料理美味しくて最高です。はい、今日はね、残念なことに13時にはね、もうチェックアウトをしなければいけないということで、まあ、ゆっくりあまりね、できないんですけど、この後お部屋に戻る前にですね、ちょっと館内の散策をさせていただいて、お部屋に戻って総括をしてチェックアウトをしようかなと思います。はい、じゃあね、ちょっと館内見ていきたいと思います。行ってまいります。こういったね、ケーキなんかもね、売ってますね。かわいい、めちゃめちゃ美味しそうです。
はい、今日だけでね、挙式が6件もあります。すごいですね。スパンとかはね、4階にあるみたいですね。で、22階にね、ビクターズっていうフレンチレストランがあったりしますね。1階のアフタヌーンティーもね、気になるんですけどね。こちら4階のフィットネスセンターの方ね、ちょっと覗いてみようかなと思います。多分入り口までになると思いますけど、行ってみたいと思います。はい、ここからね、先はフィットネススタジオになってますね。こんな感じのお部屋です。今ね、1人90分までしか利用できなくて予約制になっているような状況ですね。はい、続いてですね、クラブラウンジの方に向かってみたいと思います。昨日夜ね、慌ただしくてゆっくりできませんでしたので、ちょっとね、全容を見るためにもね、明るいうちにちょっと行ってみたいと思います。誰もおりません。もう自由にね、コーヒーとかはソフトドリンクとかはね、もう自由に飲んでくださいっていうスタンスですね。これはこれでね、今誰もいないんで、いい感じで動画を撮らせていただいてます。すごくね、やっぱり落ち着いた感じの作りですね。こっちにはね、こういったバーみたいなのもあるんですね。こんな感じのね、東京タワーとかも見えますしね。ちょっとね、夜だと見えたんですけどね、スカイツリーもこの先にね、見えました。で、常時ね、置いてあるものとしてこちらのね、エスプレッソの機械と、あとソフトドリンク、紅茶なんかもね、このように置いてございます。そしてね、セブンアップとかペプシ、ゼロペプシなんかは置いてあるような状況です。はい、でラウンジ内ね、こちらにラウンジ入って右手側にね、お手洗いがございました。で、昨日私ね、夜ここの席でね、こちらのクラブラウンジ堪能させていただきました。はい、というわけでですね、あっという間にもうチェックアウトの時間でございます。今回チェックアウトに関してはこちらのモバイルチェックアウトでですね、済ましたいなと思っております。はい、でウェスティンホテル東京ですね、今回初めて宿泊させていただきましたけれども、非常にね、良かったです。はい、というのもですね、外観はね、なんだろう、こういったね、ヨーロピアンテイスト全く感じない感じじゃないですか。この建物、普通のね、ビルっていう感じなんですけど、中入るとね、すごく重厚感があるヨーロピアンテイストの、もうね、贅沢な作り、すごいホテルだなっていうふうに率直に思いました。なのでね、すごいフォーマルなのかなと思って結構身構えていたんですけど、レイ君大丈夫かな、子供連れいるのかななんて思ってたんですけど、まあ、ひょっとするとね、 GoTo トラベルキャンペーンの賜物もあってっていうこともあると思うんですけど、結構なお子様連れいらっしゃってね、安心しました。カクテルタイムなんかはね、やっぱり13歳以上のお子様連れじゃないと利用できないんですけれども、 夜に関してはですね、あの日中は当然使えます。カクテルタイムだけはですね、13歳以上じゃないと、お子様は入場できないという状況はありますけれども、今日のね、今朝食べた朝食ビュッフェなんかね、もうすごい、もう小さいお子様ばかりでしたんで、非常にね、安心でした。お子様連ればかりじゃなくてもですね、なんていうんですかね、シーンとしてる感じじゃなくてね、皆さん本当に楽しそうに、うるさいっていうわけじゃないんですけど、和気あいあいと喋ってる感じで、レイ君がね、ちょっとぐずって声出したところで全然気にならない感じのね、雰囲気、空気、音量っていうんですかね、そんな感じだったので、もう本当にね、子供連れでも安心して連れて行けるホテルだったなっていうふうに思っております。本当にね、この作りから見て、子供連れ大丈夫かななんて結構心配しました。場所柄もありますしね。これがディズニーのね、ミラコスタ、同じヨーロピアンでもね、ミラコスタとかだったら場所柄でね、全然子供いても全然いいんですけど、ここだとどうなのかなっていうのが非常に心配でしたけど、安心しました。よかったです。はい。なのでね、小さいお子様連れの方も気軽にね、宿泊できるホテルじゃないかなと思います。
で今回ですねお話しさせていただいた通りですね、一番安いねお部屋で当初取らせていただきまして、デラックスルームだったかな、こちらの、ね、デラックスルーム料金で見ると 36,917 円で、お部屋を取ったんですけど、エグゼクティブルーム、クラブラウンジ、高層階にね、アップグレードされて、これ同じ 日で泊まるとね、9万円ですよ。なので、5万5千円ぐらいね、アップグレードしていただいて、まあ、お得に宿泊ができたという状況です。で、これにさらにですね、GoTo トラベルキャンペーンを利用してですね、2万3千円、4千円ぐらいだったかな、のお支払いに対して、さらにね、地域共通クーポンで6000円分いただいてますので、実質1万8000円ぐらいでね、宿泊できているような、非常にね、お得なプランで宿泊できるホテルでございますので、まあ、こういうこと言っちゃうとね、また混んでしまうんでしょうけど、これも GoTo トラベルキャンペーンの間はしょうがないと思います。はい。なのでね、まあ、使えるうちは、ぜひね、使っていただければと思いますけれども、ただ、今、北海道でも東京でもそうですけど、全国的にね、国内でコロナ感染者っていうのはまた拡大傾向でありますんで、またちょっとね、気を引き締めて寒くなってきて、今度インフルエンザなんかもありますから、手の消毒とかマスク着用とかね、きちんとそういった基礎的なことをね、皆さんやりながら、またね、楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあね、今回の動画はこちらで以上とさせていただきます。この動画がためになった、参考になった、面白かったよという方は、ぜひ高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただければ幸いです。あと、概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、こういった動画も含めて、あさってですね、私、メズム東京、泊まる予定ありますんでね、そちらの動画なんかもお届けしていきたいと思いますんで、ぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。じゃあね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。